皆さんこんにちは、佐野亜美です。遅くなりましたが、先月末に無事に娘と一緒に退院することができました。娘は生まれた時は低体重だったんですけれども、退院時には 2600g を超えておりまして、元気いっぱいですねと言っていただきました。約2週間の入院だったんですけれども、体の回復に向けてと、それからは子育てに向けて、看護師さんのサポートのもと、私なりにできる方法を見つけて、おむつ替えや授乳などを行いました。今後ご紹介していきたい動画なんですが、以前の動画でもお伝えしました通り、手術前から退院までの様子について一つ一つアップしていきたいなと思っています。まずはこの動画では手術前日までの心境についてご紹介させていただきたいと思います。今思えば、私は妊娠をしてから、つわりが長く続いていまして、吐きづわりといって、ご飯を食べると気持ち悪くなって嘔吐してしまうといった、そういったつわりがですね、妊娠後期まで続いていました。また私の周りは、私がこういった小さい体なので、日に日に大きくなるにつれて、この体で耐えられるのか、出産予定日から2ヶ月ぐらい早く入院をするのではないかと心配してくれていました。でも意外と妊娠後期に入って、お腹は大きくなったんですけれども、お尻で移動することも、あとは自分でベッドから起き上がることも自分でできましたし、体調がいい時は夫のお弁当だったり洗い物もできていました。ただ一つちょっと怖かったのがトイレですね。普段自分の家では、自分でやってるんですけれども、初期の頃に一度バランスを崩してちょっと倒れてしまったことがありまして、それから気をつけてはいたんですけれども、お腹が大きくなってきた後期になってからはですね、やはりちょっと危ないということで、家族に支えてもらってトイレは行っていました。また食事はですね、足を上げて、足でフォークやスプーン、箸を使って自分で食事をするんですけれども、その足を上げるというのがお腹がつっかえてしまって、結構つらかったんですね。でも、自分で食事をしたいと思っていたので、頑張って足を上げてですね、出産直前までは自分でご飯も食べていました。その他はですね、特にこの体だからといって何か起きたっていうような、そういったトラブルは特にありませんでした。そして今回出産するにあたり、どのような方法が一番いいのか、先生たちがいろいろと考えてくださいました。出産というと大きく分けて自然分娩と帝王切開があると思います。私はこの体なので、初めから帝王切開だろうなと思っていたんですけれども、先生曰く、もしかしたら自然分娩でもいけるかもしれないと思ってくださっていて、妊娠中期までは、どちらにするかっていうのは実は決まっていませんでした。でも内診をしてもらった時に、骨盤が狭いかもねっていう風になりまして、そうなると赤ちゃんがうまく出てこられないから、安全を考えると帝王切開の方がいいねということで、帝王切開での出産が決まりました。ただ帝王切開といっても、私の場合、局所麻酔にするのか全身麻酔にするのか、または点滴もどの場所に打てばいいのか、いろいろな判断がとても難しかったようです。前の動画でもお伝えしましたが、帝王切開ではほとんどの方が局所麻酔で行われるようです。しかし私の場合、専門の先生からすると、局所麻酔にすることで私の体の負担が大きくなるかもしれないと言われました。じゃあ反対に全身麻酔にすればいいのかというと、今度は全身麻酔をすることによって赤ちゃんに影響があるかもしれないと言われてしまったんです。私も初めて聞いたんですけれども、スリーピングベビーといって、麻酔が赤ちゃんにまで行ってしまって、赤ちゃんが眠ったまま生まれてきてしまうということが起きる可能性があると知りました。そうなると、眠ったまま赤ちゃんが生まれると、自分で呼吸ができなくなっているので、管とかを通して呼吸をさせないといけなくなると、そういったことをお聞きしました。
そうなると赤ちゃんが負担を感じてしまうので、それはちょっと避けたいなとすごく思いました。なので先生たちも悩まれたそうなんですけれども、私自身もそのお話説明を受けて少し不安が大きくなりました。でもその話を聞いた時に、まだ赤ちゃんを産んではないんですけれども、もう気持ちは母親になっていたので、もう赤ちゃんを優先してくださいと伝えている自分がいました。母親になる以上辛い思いをするのは私だけでいいから、赤ちゃんには一つも辛い思いをさせたくないと思って、赤ちゃんの安全を第一に判断してくださいとお願いをしました。またそこからレントゲンや MRI を取ってもらって、私の体を見てもらい、先生に全ての判断をお任せしました。そして手術前日です。前日からの入院だったのでドキドキではあったんですけれども、まあ、それよりも私も夫もですね、出産日が近くなるにつれて無事に出産することができるのかという不安も大きくなっていました。またその日に主治医の先生から手術について改めて詳しく説明を受けて、まあ、全身麻酔での帝王切開で出産することが決まりました。正直全身麻酔ということで赤ちゃんに影響が出ちゃわないのかとても不安でした。でも主治医の先生によると、今の麻酔はスリーピングベビーになる可能性は低いらしく、これまで全身麻酔での帝王切開の手術を何百回も年間行ってきたけれども、一度も赤ちゃんが眠ったまま生まれてきたことはなかったと先生はおっしゃってくださいました。その他、私たちが安心できるようにと手術について一つ一つ最後まで丁寧に説明してくださいました。ジーンの先生はですね、私が妊娠をしてから何か不安になることがあるといつも優しく丁寧に教えてくださいまして、はっきりと答えてくださるんですね。そして今回も先生からの大丈夫と安心させてくださる言葉を聞いて、不安だった気持ちがスーッと消えていきました。ここからですね、ずっと無事に出産することができるのか不安だったんですけれども、そういった気持ちよりも早く我が子に会いたいなとか、パパにかな、ママにかな、どっちかなっていう楽しみな気持ちに変わっていきました。でその日の夜ですね、9時から絶食ということで、看護師さんからそれまでに好きなものを食べておいてねと言われました。でもいざこの時間から何も食べられない、好きなものを食べといてって言われると何にしようか迷っちゃうんですね。何を食べておこうって、皆さんだったらこの時間からもう何も食べられないってなった時に何を選びますか？私はですね、悩んだ結果、その時にちょっとハマっていた焼きプリンを選びました。毎日3食食べられることって、まあ、自然なことではあるんですけれども、でもいざ食べられなくなるっていう風になった時に、食事ができるっていうことも当たり前じゃないんだなっていうことに気づきました。なのでこの日の雪プリンは一段と美味しく感じましたし、食事をできることへのありがたみも感じましたし、すごく幸せを感じることができました。そしてその日は翌日手術なので、やはりまた不安が出てきて眠れなかったりだとか寝不足になっちゃうかなと思ってたんですけれども、本当に先生の安心させてくださる言葉が私にとってはものすごく勇気になっていて、気づけばですね、もう10時には就寝してぐっすり眠ることができました。さて、いよいよ手術当日についてです。次の動画にてアップしていきたいと思います。そもそもなぜこのような動画をアップしていこうかと思ったのかというと、私は障害があることで出産することも育児をすることも不可能だと思われていました。自分でも子供を授かることができてから、同じような障害をお持ちの方で出産をされた方、育児をされている方、そういった方たちの情報を得たいと思い、いろいろと調べたんですけれども、なかなか出会うことができませんでした。それなら私が今後経験していくことを自らが発信していって、誰かの希望につなげていくことができたらと思いました。
もちろん私のこの経験をですね、参考にしてほしいとは全く思っていません。ただ少しでも何か誰かの力になれればという思いを込めてアップさせていただきたいと思っています。ご覧くださる方はよかったら今後アップしていく動画もご覧いただけると嬉しいです。では今回も最後までご覧くださいましてありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。